新幹線952系電車新幹線953、型電車952系及び953型は、東日本旅客鉄道が、騒音、微気圧波、地盤振動等の低減などの環境対策をさらに進めるため、1992年に製作した高速試験用新幹線電車である、通常構造の非連接車952系4両と、 連接構造の953型5両で1、編成を構成していた。愛称は、スター21で、スペリオルトレインフォーアドバンストレイルウェイトワードザ21ショートトンセンチュリーの頭文字を取って名付けられた、ものである。次世代車両製造時のデータ収集のため、車体には3種類の車体構造が試されており、車体は952型が、アルミダブルスキン構造、または、 アルミハニカムパネル構造、953型がアルミハニカムパネル構造、またはジュラルミンリベット構造を採用している。また、先頭車形状が952系側と953型側で異なっていた。制御装置は JR 東日本の新幹線電車としては初の VVVF インバータ制御を採用しており、インバータ装置で使用される半導体素子には ゲートターンオフサイリスタが使用された。最高速度時速 425km を達成を記念した表示奈良工業高等専門学校に保存されている台車1992年3月27日から東北新幹線仙台北上間で走行試験を開始し、1993年12月21日上越新幹線越後湯沢新潟間で試験中に 園山城駅付近で最高速度時速4 2 5トルを達成している。試験終了に伴い、1998年2月17日付で廃車となった。先頭車2両のうち952から1がパンタグラフとカバーを撤去した上で、財団法人鉄道総合技術研究所、風土技術センターに953から5が中間車953から、 一応連結された状態で JR 東日本新幹線総合車両センターに生体保存されている。また、奈良工業高等専門学校の敷地内に台車が保存され実習に使用されている。新幹線952系電車に関するカテゴリー、新幹線953型電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。